桜たらこ魚卵で飲みたい。クラブの SE、こちら紹介したいと思います。まあ、久々の登場ですが、まあ、クラブの SE ですね。まあ、今結構クラブと以降、クラブの香りの特徴である 4MMB というその、まあ、ワインでいうソーヴィニョンブランみたいな、グレープフルーツだったりライチを足したような香りのね、あのすごいこう爽やかな香りのお酒っていうものが、全国各地のクラブで作ってますが、まあ、でもやっぱクオリティはクラブとかも抜群に高いですね。香りのそのピュアさというか、よくできてないそのこういう酒を狙ったものっていうのはちょっと硫黄みたいな匂いがね少しこう絡んでするんですけど、本当にこう純粋ないい香りだけに仕上がっているのがまあクラブの SE なんですが、魚卵に関してはもう世界中で圧倒的に日本酒が有利ですね。多分一番わかりやすいのはもう数の子に合う酒はもう日本酒以外ないというか、まあね正月なんていろんな酒飲みたいし、まあ朝はまあビールやシャンパン飲んでね、あの昼もまあ、白ワインや赤ワインや日本酒に入り混じりながら、まあ、こう正月なんて酒飲んでいくんですけども、数の子だけはもう何とも合わないですね。日本酒しか合わない。まあその他のね、例えばキャビアにしたって、まあ、昔からキャビアとウォッカとかって言われるのもキャビアになかなか合わせるその合う、ワインを見つけるのが大変だということでね、まあ、もうそこはウォッカでキャビア単体を楽しもうみたいなね、まあ、そういった感じなんですが、まあ、この蔵元を今日、選んだのは、まあ、蔵元って言うなら本当に白ワインを飲んだ時のようなめちゃくちゃ爽やかな飲み心地があるわけですよ。で僕はねワインみたいなっていうそのこう日本酒の表現がものすごく嫌いで、まあ、うちのスタッフにも、もうワインみたいな酒ってはもう絶対使うなと、日本酒はワインじゃないからっていうふうにね伝えてるんですが、でも蔵元に関しては本当にワインのような、まあ、爽やかさがある純米酒なんですね。ただやっぱり日本酒なんで爽やかさは、ワイン同等にありながらも、味自体はそういう魚卵をねすごく受け入れるような、まあ、米からできた液体としての懐があると。例えばまあその料理の中で、まあ、家でこう用にこう合わせた、まあ、パーティーだったり食事をしてる時に、まあ、シャンパン飲んで白ワイン飲んでってしてるけど、ちょっといいキャビアもらったから食べようかなとか、まあ、いくらを使った、まあ、パスタでもいいですし、料理食べようかなっていう時に、まあ、蔵元があれば、蔵元ちょっと開ければそのワインを飲んでる海苔のままその海苔を崩さずに魚卵に合わせて楽しめるという良さがありますので、すごくこうなんですか、今までにない楽しみ方をこう想像できる一本となってますので、ぜひお試しいただきたいなと。で、まあ、蔵元飲む時にやっぱこういう、まあ、酒碗みたいなその和の器で飲むと酒としての米の液体としての麺がよく出ますし、まあ、ワイングラスで飲むと、まあ、もちろん香りが立ちがね強くなるんで、まあ、ソーヴィニョンブランのような香りが、まあ、強くなるという感じですね。ただまあ僕なんだかんだ言っても蔵元も、まあ、でもご自宅でソワチョコだったりね、まあ、そういったもので飲んでもらう方が香りと味のバランスは取れるのかなと思いますので、ぜひともお試しいただければなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。